ねえパドメさんは昨日の金曜ロードショー見た？私昨日ブレイキングダウン見てたか見てないよ。リングだよリング。ああ貞子の映画ね。あれってどういう話だっけ？なんか呪いのビデオがあってそれ見ちゃうと1週間後に貞子が来て殺されちゃうんだってでも今時 VHS ってレコーダーすら持ってないから実感あんま湧かなくて怖くないよね。でも今だったらあれじゃね、呪いの YouTube とかじゃね。それ逆に怖くないわあなたたち帰りの会の時間よ。驚かせてすいませんすいません。皆さんの担任の先生は午後から出張なので帰りの会は私が担当します。怖っ、あんな貞子みたいな先生うちにいたっけ？アナキン君知らないの？貞子春先生、3年4組の担任で、その見た目と名前からみんなに貞子先生って呼ばれて親しまれてるんだよ。あ、どうも貞です。見た目は呪いの怨霊そのものなんだけど、すごく優しい先生ってみんなから評判なんだよ。へぇ先生どうしたんですか？暗い顔して。なんかお悩みですか？いや、顔見れないだろ。あ、いや、その実は貞先生、はにゃはにゃ連絡事項で、今日は集団下校になったそうなのでよろしくお願いします。山田先生、あ、はい、わかりました、わかりました。1週間後のクリスマスデートにさっきの先生を誘いたくて手伝ってほしい？うん、実はそうなの。なんだ、貞子先生その見た目でめっちゃ乙女じゃん。でも先生大丈夫かよ？その、俺が言うのもなんだけど、だいぶ厳しいんじゃないの？見た目とかさ、音量そのもんだし。やめなよ、先生は確かに見ただけで乗り越えされそうで、男が全く寄ってこないような見た目してるけど、すごいいい先生なの。ごめんさ、それはさすがにオーバーキルだよ。だから私たちでよかったら協力しますよ。面白そうだし、OK で。よし、名付けて貞子先生、デートを支える大作戦だ。で、まずはどこからやる？まずは見た目をどうにかしないとね。てか、なんで先生そんな髪長いの？あんた本当に先生かよ。すいません。確かに、先生なんでそんな髪長くしてるんですか？私、コミュ障で人の目を見れないの。人の目を見るってほら、怖いでしょ。よくそれで先生目指したな。私昔からこんなんで、学生時代にコンビニバイトしてた時、お客さんの目を見なさいって店長に怒られたことがあって。目を見て接客してないの頭悪い？はい、それで言われた通りお客さんの目を見て接客したら、お会計300円に なります。はい。ポイントカードはお持ちですか？うわって、逃げられちゃったの。そりゃ逃げられるわ。いや、だって緊張してそらしちゃうから、できるだけ目を開かなきゃって。いや、開くってか、つまずいてるから。どんなホラーコンビニだよ。そういうことがよくあったから、余計に人の目が見えるのが怖くなっちゃって。じゃあまあ、見た目はそのままってことで。じゃあ次は実際にデートに誘う練習をしてみよう。こう見えて先生、誘い方には自信があるわ。山田先生を隠し撮りしたポスターを家の壁に貼っていっぱい練習したから。ただの変態幽霊じゃねえか。呪ってるようにしか見えないわ。じゃあ僕を山田先生だと思って一回やってみてくださいよ。わかったわ、山田先生。あ、はい。何が自信あるだよ。うわ、うなってるようにしか聞こえないわ。完全に年男だよ。本物の山田先生に話しかけると思うと緊張して。あんた向いてねえよ。ダメだよ。じゃあ作戦変更。ここは女の武器を全力で使うのよ。女の武器？そう、先生細身でスタイルいいんだから色気で気を引くの。パドメサーちゃん賞賛よね。こうやって近づいて、こうよ。そして先生が振り向いたらさりげボディタッチして話しかける。やってみて。こうかしら。キモいくらい。こんな感じ。ちげえよ。だからなんで全部ホラーになんだよ。おいしく折れちゃった。そりゃそうなるわな。めんどくせえなこの人。こうなったら作戦変更よ。直接話すのが無理だったらお手紙を書いて渡せばいいのよ。直接話すのが無理だったらデートそのものがオワコンな気が。でも私、お手紙渡す以前に近づくのすらままならないっていうか。だったら僕にいい考えがあるよ。ステルス迷彩。いや、待ってました。
これを使って透明になればターゲットに見られずに近づける。これで近づく練習をすればいいんだよ。いや、さすがアナキン君。あ、ありがとう。でもなんですごいこんなハイテクなものを。僕のお母さん元 FBI で元諜報員で元海軍で元傭兵だから。私が言うのもなんだけど、お母さんユリより怖いわ。いいから行きなって。わかったわ。妖精さん、どうしますか。顔色悪いっすね。いや、なんだか、おかんが。あとなんか、幻聴が。大丈夫ですか。最近、風邪とか入ってるからね。気をつけてね。はい。ありがとう、アナキン君。とってもいい練習になったわ。あ、よかったです。見えなかったけど、何してたんだろう、この人。まあ、あんまり想像したくないわね。なんだかいける気がしてきたわ。この流れで、実際にお手紙渡してくるわ。あ、はい、頑張ってください。あ、先生ならいけますよ。あ、佐田先生すいません。大丈夫ですか？あ、いや、大丈夫です。こちらこそ、あんまり前見れなくてすいません。お手紙濡れちゃった。拭いて乾かせば大丈夫よね。山田先生。あ、佐田先生。どうされました？あの、これ、よかったら受け取ってください。あ、どうも。それでは。手紙？山田先生、1週間後のクリスマス、もしよかったら私と一緒にお祝いしませんか？コーヒーが美味しいお店を予約します。佐田小春。1週間後、呪い殺す？渡しちゃった。返事が楽しみだわ。あ、やだ、なんか落としちゃった。あの、佐田先生、これ。あ、山田先生。何を逃げてるんだ。僕は、相手は佐田先生じゃないか。何も逃げるなんて。山田先生、落としましたよ。うわー。佐田子先生、元気出してください。まだ1週間あるし、また頑張ればいいじゃないですか。もういいわ、もう諦める。え？そもそも私みたいな女が山田先生みたいな素敵な人をデートに誘うのが間違いだったんだわ。先生、それにそれを小学生に相談していること自体、先生以前に大人失格よね。二人ともごめんなさい。そんな、佐田子先生はいい先生ですよ。だからそんなこと言わないでください。はあ、佐田先生、何だったんだ。これは。二人ともありがとうね。こんな私に付き合ってくれて、こんな生徒がモテて、私それだけで幸せだわ。だから二人とも。佐田先生。山田先生。このさっきの手紙、よく見たらここにクリスマスって書いてありますよね。もしかして僕のことデートに誘おうとしてましたか？あ、いや、はい。佐田先生が勇気を出してくださったのに逃げるだなんて、僕は今日自然に男失格だ。山田先生、よかったら僕と一緒にクリスマスデート行ってくれませんか？はい。なんだ、もともと私たちの出番なんてなかったみたいね。そうだね。二人ともありがとう。よかったね、佐々木先生うまくいって。これで一件落着。じゃあ改めて佐々先生、よろしくお願いします。こちらこそ。そういえば、佐田先生の顔をちゃんと見たことなかったですよね。僕も佐田先生とちゃんと向き合いたいですし、よければお顔を拝見させてください。ちょっと待ってください、まだ。心の準備が。今日こうなるのか。佐田先生の声じはまだまだ気はしそうだ。
て、にゃんこにゃんこハンドして、こういう動きがそれっぽい。こういう。それっぽいのは。こうなんだよ。これもう一回言ってください。もう一回。あ、頼む。あ、佐田先生、すいません。大丈夫ですか？出た。赤く言った。はにゃ？あ、顔めっちゃ出た。ミサは出た。難しい。人の目も見れないの。ずっと万華鏡写真館だから。いや、それ見れないね。わあ！わあ！わあ！本領っぽい動きしてください。よーい、スタート。あ、でもこっから入ればいいじゃん。こっから入ればいいじゃん。ゴキゴキゴキ。何これ。2、3。もっとおどろおどろしく。全部ミサさんこうなのよ。ずっとこれなのよ。何これ。泥まぶってね。あ、亀。2。頭下げて。あれ、何も OK。 OK です。あれも OK。 ジョジョ立ち。それこれジョルドジョバーナなのよ。ほら、何か分かってる。あなたじゃないです、こっち。いい先生ですよ。だからそんなこと言わないでください。あんまり興奮しないでください。え？いついつ。自分で何とかして。あ、でも意外といけた。なんだよ。意外といけちゃった。いけちゃったんかい。結局ミサワー。